今日ってこれ見ることできますか？車中泊とかされる方だとこういうタイプを選ばれる方が多いですね。そうですよね。一応じゃあお車こちらの方で大丈夫ですか？はい、はい、日産のセレナの記念式ので、ダークブルーのやつです。あ、そうですそうです。これは今もありますか？また在庫はしてますね。はい、これって今日見ることできますか？こちらでこう見るっていうのはできないんですかね？そうです、誰も設置する人もいないので、車も普通なところだったりするので。あー、なるほど。またじゃあちょっと改めて電話します。はい、申し訳ないです、はい、ありがとうございます。かかることもありますが、しばらくお待ちください。すみません、ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、ネットで、見て、セレナの、それってまだ今も在庫ありますか？はい、何色のやつになりますかね？黒ですね。黒。セレナみたいなこういう形のタイプっていうのは他にもありますか、そちらに？今日ってこれ見ることできますか？わかりました。これ置いてあるので、大丈夫です。あ、わかりました。ではこれから伺わせていただきます。はい、気をつけてください。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ジンです。今日はユピディが新しい車を見に行く日で、私はちょっと楽しみたくてね、一緒にちょっと行くことになりました。まず今日の目標は、ワンボックスのセレナですね。ちょっと安く使えるもの、まあキャンプとか行ったりするのでちょっと見に行きたいんですけど、いくつか電話をしてみたんですが、なんか忙しいっていうところもあるし、店の名前が変だったりとかなんか態度がちょっとね、何してんだろうと思う人とかもいるんですけど、今電話したところの感じが良かったので聞いてみたいと思います。だから皆さんね、営業っていうのは本当に声とか態度とかすごく大事だなと思います。とりあえずどんなものなのか行ってみましょう。ちょっと中古車買いに来たのにベンツできました。新しいベンツ入ってみましょう。あ、ユピリ、これどうですか？このヤンシャ29万円ですよ。これヤンシャ、ヤンシャ、これはちょっとなんか番号がちょっとヤンシャっぽいんじゃないですか？ちょっと待って、どうですかこれ？おい、いいんじゃないですかこれ。ちょっとマイバハに見えるし。ダメですか？ダメですよこれ。でも思ったよりなんかマシな車があって、私これがいいと思うんですよ。なんか今もう見た瞬間、あ、これだと思ったのが、ちょっとコーティングもして多分大切に乗った感じがしますね。あと下もないので、前に何人乗ったのかは見たいですね。ああ、はい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 。あと長距離運転が多分多いと思うんですよ。なのでそれにちょっと合った車がいいのかな。高速とか。そうです、大体高速だと思いますね、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、このセレナは前期も後期も大体同じ内容なんですよ。室内で予約できないでしょ。エンジン本体とオートマ本体に関してはうち全車1年間の保証はつけてるんですね。車で壊れるか壊れないかって聞かれた時に、壊れませんとはちょっとうちの方としては絶対言えないんですよ、うん、まあまあそうですね、何があるかわからないので。ただ通常の使い方をされてる限りであれば、この大きな部分に関しては壊れることはないと思います、うん、ただ連装品、パワーウィンドウだったりとか、うん、エアコンだったりとか、この辺のやつって今の車ってこうなんか予兆があって壊れるんじゃないんですよ。そうなんですよ、まあ、家の電気もそうじゃないですか。そうそう、一丸そう、なので安くっていうのをこうやって普通に見てもほぼ綺麗ですし、私ももう来た時に1台ぐらいしかないのかなと思ったら、結構セレナいっぱいやって全部綺麗だからなので社長さんがやっぱり少しでもちょっとこれがまだいいかのっていう、なので社長さんの言葉をまず第一で信じて買うしかないだって分かんないじゃん、見ても分かんないんで、違いが分からない。あと人気あるのだとこの辺ですかね。ああ、スパダですね。スパダはいいのが椅子が全部入るんだよね。スパダいいよ、スパダが一番広く使える。これは向こうに比べると四角いんですよ。あ、だから荷物を積んだりとか、だからデッドスペースがない。そうこれだったですね。3列目が後ろの椅子が隣にかけるんじゃなくて中入っちゃう。そうですね。あ、なるほど。だから一番車中泊とかが一番いい。こういう感じで、スパダがいいのがここ、荷物はない。車中泊とかされる方だとこういうタイプを選ばれる方が多いですね。そうですよね。じゃあ室内のサイズとしたらセレナよりこっちの方がちょっと広いって感じですか？そうですね、広々とした感じですよね。めっちゃ綺麗じゃん。向こうもだいたいこんな感じ、同じ風なレイアウトになるんで、運転席周りがちょっと違う感じですかね。なんか修理歴ありなしで、はいはいはい、修理って何の修理ですか？例えば車を事故してしまった、ぶつけてしまった、その時に骨の骨格の部分を修理しちゃうと、一応修理歴である、うち大きさと同じ厳しい基準で出してるので、うち例えばこういう風に車が前からぐしゃってぶつかっちゃって、タイヤももげちゃってとか、そういうような足回りに関しての部分に関は、うちはそういう修理歴の大きい車は置かないので、あ、普通に考えて7人乗れる人だから高速走れるし、ユピリが走るよりは速いんじゃないですか？
そうだから働くだけを考えれば車っていい働きしてくれますよ。で買いたいです。何ですか。普通に電車移動できれば人間困らないと思ってたんですけど、いやその今そのまあ仕事のでも車使うし、なんかレンタカー代を毎回毎回毎月払う考えれば車を買った方が費用対効果がいいのかなと思います。でも毎回 ETC、 ガソリン、保険、自賠責、税金かかる、車検、はい、でもレンタカーも掛け捨ての保険代とか毎回5000とかかかるじゃないですか。そうね。だからそうすると1ヶ月分の権利を払ってるみたいなもんじゃないですか。あ、そうですよ。保険はそうです。私は賢明な選択だと思います。これでだって視野が広がるし、フットワークが軽くなるのであれば、本当に仕事のためにある程度妥協してるところもあるじゃん、面識とか見た目とか。でもその中でもまだ目がキラキラしてるやつだったし目がキラキラしてるの、いや、白内障を起こしてないだけでも感謝じゃないですか。そこは大事、ちょっと譲れない。わかる、それちょっとそれはね、出会ったら譲れないんですよね、うん、で、もし買うなら一括払い。一括払いが気持ちいいんですよ。と大切に乗るし、一回払う金額が大きいとそのぐらい大切に使う。あ、なんか月5万円でいいってなると、自分の車は5万円っていうものになっちゃうけど、こうやって払うと大切に使うプラスローンがないから損もない。一括払いですね。当たり前じゃないですか。本当怖い。うちの親はローンを組むっていうのはちょっと受け入れられない、ね、銀行員として。もう鍵もらったんですけど、面白いですよ。違う。なんで持ってんの。さっきお借りしました。あ、そうなんですね。安藤と申しますので、よろしくお願いします。失礼します。こちらがトータルの金額ですね。まず車検が2年ついて、エンジン本体、オートマ本体に関しては、1年間の保証がつきます。先ほど言った消耗品のリフレッシュプラン、こちらの方を付けさせていただいた合計金額がこちらの方の金額になります。あと他何かわからない点でございますか。リフラッシュプランの項目っていうリストっていうか、バッテリー、フロントワイパー、あと V ベルト、エアコンワイパー、パーステルタイのベルト一式、これがフロントとリア、前後ですね、のブレーキパッドで、エンジンオイルとエレメント、こちらが全部の部品になりますね。これブレーキパッドっていうのはディスクローターは、ディスクはそのままです。パッドだけです、うん、はい。そうだから付けた方がバッテリーを交換した方が、消耗品だから、大体車検の時とかに変えたりとかする消耗品になるんですよ。そうですね。で、その辺で中古車って前のまま乗ってるといつ変えたのか、例えば距離がそんな乗ってなくても何年前に変えたのかってわからないじゃないですか。で、ゴムの部分だったりとかするので、最低限の消耗品の部分は自分で管理できるようにってので、燃費どんぐらい出ます？10ぐらい出ますよ。10まではいかない。高速とかだったらまだあれかもしれないですけど、10までは多分いかないと思いますね。はい、私は大丈夫です。今まだその駐車場の契約が終わってないんです。はい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 、はい、もう駐車場の目処はついてらっしゃいます。今問い合わせしてて、まあ、返答待ちみたいな。あ、はい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 。まあ一番簡単なのは、例えば車契約して、でその駐車場がじゃあ決まりましたって言った時に、車庫証明っていうのを出さなきゃいけないんですよ、警察に。でその車庫証明に必要な承諾書っていうのがあるので、これ書いてもらえますかってその場でやってもらえれば1回で済みますよね。でそれがもらって、で警察に車庫証明を出してもらって、家族警察に出してもらって、はい、そうすると11以降取り来てくださいと言われますので、部署にもう一回行ってもらって、でその間に、印鑑証明を1通していただければもう書類は大丈夫です。だからあそこら辺がちょっと同時進行ですよね。そうですね。駐車場で車検証を送ってとか、なんかこういう、そう、じゃ車は今決めて、その、はい、まあ押さえとくっていうか、そういうしておけば。そうですね。でうちもリフレッシュプランの作業をしなきゃいけないので、部品を取り寄せたりなんだかんだで、そんなすぐポコンってやる、乗って帰ろうってこともね。乗って帰ろうと思っちゃ、もう3週間ぐらいやればできるんです。まあ車庫の手続きをいつして、警察に車庫いつ出すかが大体大まかな流れになりますけど、まあ、車庫証明出したら大体10日ぐらいかかるんだよね。そんなにかかるの？かかる。でも1週間埼玉だと今週中に車庫の目安がついて、車庫証明を出したら朝霞警察は5人出ます。早い、早い。警察に出してもらった黄色い紙と印鑑証明をうちの方にいただきます。で納車。その代行処理とかは特に金額はプラスにならないんですか？サービスです。あ、はい、ちょっとかかるんだよ ね。お支払いの方は、月内に入金していただくっていう流れになります。それは振り込みで大丈夫ですか？振り込みで大丈夫です、はい。今日やらなきゃいけないことは何ですか？はい、振り込み。振り込みはもう大丈夫です。ただご契約いただいて、うちまでその車庫証明とかに必要な書類を今一式ご契約されてお渡ししますので、それを持っていただいてというような流れになります。はい、じゃあお車はこちらの方で大丈夫ですか？
はい、とりあえず今他の書類とか一式ご用意しますので、もう少々お待ちください。これで決定、はい、決定。あ、じゃあ、じゃあ、はい、乗ってくる、ま、じゃあね、リフレッシュしない。その問題じゃないでしょ、ナンバーついてないから。あと壊れないのを祈るだけ。ただまめにチェックはしましょう。点検はしてあげる。私皆さん軍隊で教官整備。そうですか。そうじゃん。え、違う。専門家がいらっしゃいました。何だと思ったの。車に詳しい人。そんな詳しくないです。トラックだけです私。ありがたいです。自分一人じゃ全然わかんないです。あとパンさんもいるじゃん。パンさんどうだ。いや、すごいですね。ゆっくり車を決めるまで1時間かかりました。え、どういう、どちらよりもすごい。私とあんま変わんない。ちなみに私キャンピングカー買うのに20分ぐらいかかったんだ。そーって見て入りました。いや、あの車があるの知らない。アミキ初めてですよ。あそこでパンフレット見て初めて。だって選ぶ相手がなかった。ちっちゃいかすごい大きいか真ん中か。じゃあ私真ん中ですよ。いい選択だと思いますよ。超強法なんですけど、タバコ臭いところ、室内でちょっとこう壊れてるところがあったりとか、見た目はちょっといいけどやっぱり 2,30 万とか高くなる車とかを除いたらこの車になった。でその分でこう消耗品を全部新品に変えられるので、その方がいいのかなと思って。そうですね、バッテリーだけでも高いので。でその綺麗なやつがだってタイヤをすぐに変えなきゃいけないかもっていう話とかもあったから、さらに5万円くらいかかるじゃないですか。タイヤね。それ考えたらこっちの方がいいのかなと思って。でタイヤ安く買える方法はコストコが一番です。言ってました、いろいろ本当に相対的に考えて、なので十分このぐらいの見た目でも大切に乗りたい気持ちがあるぐらいなので、室内がとりあえず綺麗だったので、そう、それが大事ですね。作り直しましたね。金額とは変わらない。先ほどのやつと一緒です、住所とお名前とご連絡先と、あと保証加入で一緒になりますので生年月日ですね、こちら割引で結構ですのでご記入ください。買うの、買う、買う。買うの、買う。何でしょう。正直社長さんから言って10万キロ乗った車って全然普通に乗れるのに、みんななんか10万キロ前後で売ってません？昔タイミングベルトの交換を10万キロでしないとっていうのがあったんですよ。でそのタイミングベルトの交換が普通車なんかだとやっぱ10万ちょっとはするんですよ、金額で、そうするとまあ目安としてそこでっていう風な伝えがまだずっと残ってる感じですよね。で今もその10万キロになったらそのタイミングベルトの交換が必要ないんですね、チェーンになってるんで、だから今の車であれば20万キロとか、それぐらいでも全然大丈夫ですけど、ただ売る側っていうのかな、お客さん自身がじゃあ例えば15万キロの車欲しいかって言えばんってなるじゃないですか。ですよね。だからその辺の今バランスがちょうど悪い感じですよね。車は壊れないです、ちゃんとメンテナンスしてる。ですよね、はい。なんか分からなければ一緒に聞いてください。泣くんですか。じゃあこちら処理式になりますよね。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。